皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間です。時刻はですね、日曜日19時を回りました。昼のごめんなさい、主生クラブ昼の沖縄会場公認、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントですね。今日はですね、また素敵なゲストをお呼びさせていただいてるんですけど、その前にちょっと僕の話をね、MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんです。よろしくお願いします。この番組はですね、各社様のご協賛によってお届けさせていただいております。途中の CM も、お聞きいただければありがたいと思います。そしてこの番組は沖縄県宜野湾市にある宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾さんよりですね、20時までお届けさせていただいておりますので、最後までお付き合いください。そして、私の、YouTube チャンネルとか FM 宜野湾さんの YouTube の方でもですね、こちら拝見していただくことも、ね、できますので、ぜひね、そちらの方でもまたアーカイブとしてご覧いただければと思います。さあ、早速参りましょう。本日はですね、届けさせていただくのは、本日のゲストさん、解放商事のね、セントローレント、マキ社長、1回目のゲストさんなんですけど、から、マキさん、どなたかまたご紹介いただけないですかって僕ご相談して、で、ご紹介いただいたのが、株式会社、沖縄物産企業連合の、羽地智明社長さんです。羽地さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、マキさんね、本当にご紹介いただきました。ありがとうございます。さあ、早速、羽地さんにお聞きしていこうと思うんですけど、どうしてますか？さっきの流暢みたいな感じ。緊張してて。はい、いや、緊張してるんですけど、羽地さんあるって沖縄の方でらっしゃる。そうですね。はい。はい、沖縄どちら？那覇市首里の方で。あ、首里で。あ、そうですか。じゃあもう沖縄でも過ごされて、まあ中学、高校と行かれたと思うんですけど、中学なんか部活とかやってらっしゃったり、中学ですね、剣道部に。剣道部に。はい、入ってまして。はい。まあ、中学校2年ぐらいまで剣道してて、はい、で、あと本当は3年までやりたかったんですけどね。まあ、受験だと。はい。いうことで、はい、親がやめなさいと。やめなさいと。はい。結果的にですね、しぶしぶやめた経緯が。はい、はい。で、高校行って、高校では3年間、やらせてもらったという感じですかね。はい、なるほど。っていうふうに、いきなりね、その子供の話を聞いたんですけど、すいません、順番逆でした。はい、御社の会社何やってたのすいません。沖縄県、肥後物産連合さんは、どんなお仕事をやってらっしゃる会社ですか？ごめんなさい。はい、当社はですね、沖縄の物産をですね、国内外に販売する会社でございまして、はい、卸と小売業があります。はい、小売業はですね、沖縄宝島っていう屋号で、はい、県内外、9店舗ございます。うん、県内はですね、パルコシティの中に1店舗と、はいはい、新都市のコープアップルタウンに1店舗があってですね、はいはい、あとは、名古屋と、東京。名古屋、東京にも、はい、横浜とございます。うんうん、それが小売ですね。はい、あとはもう卸が、西日本営業所、大阪と東京、東日本営業所、うん、そして台湾に営業所ございます。はあ、い、海外に、はい。それでですね、うちの売り上げの約8割は沖縄以外です。はいはい、沖縄以外、はい、はい。国内外と、ね、はい。沖縄の売り上げはもう約3割弱。うんうん、うん。ってことですね。うん。でも、メインは県外でビジネスさせていただいていると。なるほど。これ一般のそのリスナーの方々から、なんかイメージしやすいことで言うんだったら、はい、例えば、解放商事さんだったら、ローソンに置いてる黒糖ですよ、みたいなイメージあるじゃないですか。はい、どういうふうなことだったらイメージしやすいですか？沖縄のですね、お土産品を関連とか、はい、沖縄のシークワーサーとか、はい、あとは何ですかね、のりにしろ、はい、いろんなものをですね、販売して、ウコンとかですね。なるほど。販売したとか、当然黒糖も、沖縄のドリンクも、はい、成果物も、うん、今言う沖縄そばとか、うん、豆腐とか島豆腐なんかも県外に発送してます。ああ、なるほど。じゃあ沖縄のものっていうことを、世の人に知っていただくっていうふうなために販売卸しをしてる、はい、そうですね。なるほど。という知らないうちに多分僕たちがお世話になってることっていうのは多分多々あるんじゃないかなと思いますけど、まあそんなね、羽地さんに今日はお越しいただいてますけど、さあ中学校の時にさ、剣道にさやられてと。で、剣道部ね、中高ってされたんですけど、受験の時とかに、とか剣道多分ですけど、はい、必死に一個なられたらとことんやられる方なんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうだったんですか？まあ、中学校の時はね、はい、非常に部が弱い部活部で、はい、全然1回戦も勝てないような。あ、そうなんですね。
活だったんですよね。はい。だから、なかなか練習場も、はい。確保できずという感じだったんですよね。うん、うん。で、まあ、高校行ってですね、強い、けども強かったもんですから、はい。大体、ベスト分とか、うん、悪くてもベスト8とか、いう感じで、まあ、そこはすごい厳しくてですね、うんうん、そういう中で、まあ、練習させていただいたのかなと。ああ、なるほどですかね。じゃあ、厳しい環境の中で実際されて、で、やっぱ沖縄県でね、そのベスト4とかベスト8とか実際になられましたけど、さ、されて、で、高校卒業されてからは、そうですね、高校卒業した時ですね、うん、なんていうんですかね、まあ、ずっと高校時代、部活をしてたもんですから、はい、勉強もせず、手につかずっていう感じです、ね。なるほど。あ、めっちゃ頑張ったから、ちょっと大学に関してはほけってなっちゃったみたいな。なるほど。それで浪人をさせていただいて、はい、結果的にですね、浪人して3浪ぐらいしたんですよ、私ね。はいはい、で、結果的に目標のところに行けず、はい、奥国大の方にですね、はい、行かせてもらって、はい、そこからまた、自分の人生が少し変わってきたと、うん、いう感じですかね。それじゃあ、沖国大学にこう行かれるようになって、どういうふうに人生が変わっていったんですけど、はい、私は浪人したんですね。私の同級生が、うん、一級上に行ってて、はい、まあ、海南が浪人したんで、はい、行って、まあ、だからですから、海南と交流しながら、部活動をすることなく、とにかく学園生活を楽しもうと。なるほど。はい。というのが前提で、はい、とにかく楽しむのが前提ですね。はい、学園生活を、してきたのかなって気がしますね。うん、じゃあ、俗に言うとですよ。その今、羽根さんいろいろお話をお聞きすると、しっかりね、人生プランを考えてらっしゃったりとか、会社のことも考えてらっしゃるんですけど、よくある大学生です。ああ、もちろんそうです。何も考えない。幸せな。まあ、ほんでそうですと思います。はいはい。なるほど。そのなところから、何か変わるきっかけになられたことっていうのがあったんですか？それともずっと4年間ぼーっと過ごされた、ぼーっとってことですか？はい。で、基本的にですね、まあ、学園の、私が一期生の時ですかね。一期生の時。上の、一期上の同級生が、はい。学園祭何かしようよと。学園祭何かしようよ。はい。爪痕を残した方がいいんじゃないか。うんうんうん。いうことでですね。あ、そうだなということで。はい。頃、今はね、よくクラブとか言うんですよ。はいはい。頃、ディスコって言ったんですよ、ね。ディスコ、はいはい。その、学園祭でディスコを運営しようと。学園祭でディスコを運営しようと。はい。ということでですね。企画して、その時はやっぱり上の二人がどうしてもやりたいというのが強かったので、はい。私はその時はですね、そんな乗る気でも最初はなかったんですけど、うんうん、どうせやるんだったらと言って、刺して。3名で動いて、はい、もう1から10まで全部3名試験で夜中までいろいろ企画してやる、それがですね、1年生の時に大成功を収めて、はあ、これ面白いということ、2年の時にですね、沖大と、はい、沖国大を、はい、両方まとめて、あ、2校、はい、はい、で沖大を沖縄までリーダーを。って、うんうん、それを、学園先生が同じ日にかぶらないんですよ、ね。はいはいはい。国大でやって、沖大でやったということですね。はい。はい。それがどんどん、あと、龍大まで。うん、うん。あと、女子短大校、近畿短大校。はい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 。五大学全部まとめて、はい。もう今言う学生ベンチャーですかね。はいはいはい。そういう感じの、頃そういうこともなかったんですけど、うん、そういう感じでですね、もうあくまで学園祭でしかやってませんから、それが、まあ、いいビジネスの経験だったのかなという気がしますね。当時の時代背景って考えると、ディスコって、何年前ぐらいですか、大学、30年以上前。30年前っていうことは、今、1990年ぐらいですね。そうですね。あ、なるほど。あ、だったらそうですわ。結構なんか、ガチャガチャ、なんかこんな感じに始まるときですもんね。じゃあ、こっちの沖縄の方にもその時には、ディスコとかヌーンはもう来てたんですかね、はい、あ、なるほど。それで、その大学の中でディスコやろうっていうことは、はい、もっとなんかその交流をもっとライトになってなかったのをもっとしたら、もっとこうなるんじゃないっていうのことも合わせてです。そうですね。うん、まあ、ちょっと、発見を、なんかね、覚えてはいないんですけど、うん、とにかく大学時代、うん、みんなが楽しんでくれればいいよね。うん、みんなが楽しめば。はい。ということで、楽しみをなんか提供できればいいのかな、うんうんうん、ということでですね、スタートした記憶がありますね。なるほど。
じゃあ、やっぱりその5個、6個も実際巻き込んでやられるということはね、パーケンも売れますし、はい、あのなんかドリンクも売れますし、そうですね、ってなったら、めちゃくちゃ収益上がったんですよ。そうですね。この上がった収益で、だからみんなでツアーで、はい、バスを貸し切って、バス貸し切って、会話会場にみんなで行ったりとか、はいはい、料亭で食事したりとか、はい、そういうのを設けたのはみんなに感じたという感じをさせていただいたと思います。なるほどね。じゃあ、そこはやっぱりあれなんですね。何かその団体に寄付するのとかっていうんじゃなくて、もうとりあえずもうみんなで楽しもうぜっていう。なるほど。めちゃくちゃ儲かったんじゃないですか。あ、わかりませんけど、当然みんなに歓迎してますから、はいはいはい、最後も楽しくなったと。なるほど。じゃあそんなところからそれこそ経営の際はあられたんじゃないかなと思うんですけど、けどまあ多分まあこのねラジオっていうのはあのターニングポイントだとかいろいろお聞きしてるんですけど、まあそれがターニングポイントではないんですよね。そうですね。はい。その大学の時代にそのリスクとか成功しては楽しいっていうことからどうされたんですか。その時大学、3年にゼミがスタートしますね。はい。ゼミが入って3年か4年に上がる3年最後の時ですね。はい。ゼミの先生がですね、海外を見た方がいいという、すごいマーケティングゼミでしたね。うん、うん。で、2年、3年入ってた時からすごいバイトをしなさいと。はい。先生がバイトをね、はい、ある程度探してて、積み立てをさせられるんですね。はい。積み立てをして、いい先生。海外に行くよと。はい。卒業旅行はというゼミ旅行ですね。はい。ということで、3年の最後に、ゼミ旅行を海外に行ったんですね。はい。当然私も初めての海外ですので、はい、で、あの時対応なの、マレーシア、シンガポール、うん、バンコク、うん、とうとう回らせていただいて、はい、すごいなと、この海外っていうのはこうなんだって、あの頃からシンガポールもすごかったですし、ああ、そうなんですか。だから今、シンガポールすごいんですけど、うん、あの頃のシンガポール、今のシンガポールですね、うん、とか台湾、今の台湾と、あの頃の台湾、さ、はい、私見てるんで、はいはい、あのこの成長ぶりとかね、よく受けるんですよね。はい、だから非常にいい勉強をさせてもらって、でそこでやっぱり、ね、英語がね、共用語ですので、うん、やっぱり英語を話すといけないなというのもですね、うん、非常に思ってですね、うんうん、まあ、大学4年の時に、うん、国大がですね、うん、初めて、海外研修、サマースクールを、はいはいはい、スタートしたんですね。はい、あくまでも英語が対象で。はい、英語が対象で、そこにあって、私もそれに行きたいなって、はい、申し込みをして、はい、当然英語が対象ですから、私、小学科だったんで、うん、当然レベルが低いんですから、うんうん、相手にされず、はい、ハワイと、カリフォルニアだったんですけど、はい、で、君はレベル低いからカリフォルニアに行った方がいいよと。はい、レベル低いからカリフォルニアに行った方がいい。ハワイ行った方がいいよ、はい、言われます。そうですね、と思って、ハワイでよかったんですけど、うん、いや、韓国に日本人が多いところに行きたくないと。はい、はい、はい。カリフォルニアに希望して、はい、学校の多分英語の先生困ったと思うんですよね。うんうん、もうこのどうしようもない男が。この頑固な男が。渋々カリフォルニアに連れて行ってもらって、はいはい、サンディエゴ州立大学のサマースクール、1ヶ月ですね。はい、だから、まあ、どっちか勉強もしながら、観光もしながらっていう感じですよね。うん、はあ、それで行かれて、行って何が、やっぱりどんな景色だったんですか。言うんですかね。日本の特に大きな小さな、うん、島国にいるのと、やっぱり全然違うし、うん、やっぱりこのすごい開けてるし、はい、すごいなんていうの、西海岸のところね、はい、海でも泳がしてもらったりとか、うん、あとディズニーランドとか、うん、ハリウッドとか、うん、あちこちの話とか、いいな、はい。で、まあ、当然英語もね、レベルも低くて。うん、よくですね、みんな英語ですから、ベラベラ喋るわけですよ。はいはい。で、レストランとか行くじゃないですか。はい。で、注文いろいろするんですよ。はい。私も注文しないときが、注文したの言葉が通じ、はい、出てきた内容が違うと思う。わかる。多々あってですね、はい、もう悔しい思いもしながらですね、はい、勉強しながら、過ごした1ヶ月でしたから、ね。でもやっぱりその、僕30年前じゃん。僕も本当、まあ、今51ですけど、あの時に海外に僕も行ったんですけど、ニュージーランドとかオーストラリアに、やっぱそこに行ってすごい痛切に僕も感じたんですよ。これからは日本じゃなくて海外だって思ったんだけど、そこから僕勉強しなかったです、英語の。
海外に行ってなかったんで、で、結果日本の企業で日本でこうやってやっちゃったので、こうちっちゃくなっちゃってるんですけど、やっぱその一つは、海外に行かれていろんなこう視野を広げられてっていうふうなことが一つの、これからは海外に、あ、ごめんなさい、行かれたじゃないですか。行って、見て、大きくやっぱりこう、ガーって変わったっていうのは、どういう世界観とかですか？そうですね。やっぱり、日本の、まあ、なんて考えるともいいんですけど、例えば、あの時ですね、バスを普通にね、乗ったりもしたんですけど、沖縄のバス運転手は、今はどうか分かりませんけど、勝手に乗ってきて、お客さんっていう対応があんましなかったんですけど、あのところでも30年前ですね、バス乗った時に、もう運転手さんが、ようこそ乗っていただきましたみたいな感じで受け入れて、降りるときには、ありがとうございましたとね、いう感じのですね、すごい、このサービス精神もすごくてですね、こんなに世の中違うのがバス運転手取っただけでもですね、いろんなところですね、すごいフレンドリーなんですね。で、やっぱりそういうことを感じたときに、やっぱり日本でもまだまだ追いついてないんだなと、改めて感じました。はあ、なるほど。あ、そうなんですね。今は逆に日本の方がおもてなしであったりとか、ですけど、まあ、当時に関してっていうのは、逆に、アメリカのフランクな感じであったりとかが、すごくね、サービスに実際繋がってくると思う。なので、じゃあ、それから今までの日本のこの考え方じゃなくて、どんどんその海外とか外に目を向けていかなきゃいけないって思ったのが、一つの。そうですね。なるほど。ありました。じゃあ、そんなところからね、大学でいろいろね、起業されて、大学ベンチャーされてから、日本に帰ってきてから就職されることになると思うんですけど、それは一旦 CM を挟んだ後にですね、お聞きしたいと思います。まずはありがとうございます。ありがとうございました。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には、深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。めめ痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが行動に当たるなら、それぞれの使命。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。さあ、CM をお聞きいただきました。ありがとうございます。ご協賛の皆様、いつも本当にありがとうございます。さあ、千葉さん、行こうと思いますけど、改めまして、本日のゲストは沖縄物産企業連合。もうなんか沖縄物産企業連合さんでございますなんか逆になりそうなんでですけど、羽地智明さんがね、今日もねゲストに、お越しいただいております。ありがとうございます。さあ、そんな、大学から、海外に行かれて、これからどんどんちょっと海外に目を向けていかなきゃいけないと、っていうようなところで、こう一つ、よしって変われたところなんですけど、さあ、日本に戻られて、就職されることになると思うんですけど、はい、まあ、どちらにご就職されたんですか？当時ですね、法医業されてる、大変派っていうですね、はい、今は、もともと大変になるんですけど、大変のですね、直営、っていうかですね、ダイナに就職しました。ああ、ダイエーの直営のダイナ派ですね、はい、に就職されて、はい、で、どんなお仕事をされてらっしゃったんですか？当時はですね、最初本当は食品売り場で希望はしてたんですけど、はい、やっぱりなかなか希望はかなわなくて、はいはい、私が最初入ったのは電気家電売り場。あ、そんなのあるんですか？ダイエー、はい、ありましたっけ？ですね、家電売り場で、はい、
2年か3年ぐらいかな、働かせていただいて、その後にですね、寝具インテリアという形で部署を移させてもらって、マネージャーしながら、研修を受けながらという感じでさせてもらったんですね。あれですね、日本で、ダイエーって中内さんですよね。そうですね。中内さんで、日本で初の、なんかああいう、こう、なんか今で言ったらイオンでしょうけど、はい、あの、すべてこう、いろいろ商品だと揃えた、まあ、商業施設となりますよね。もともとあれ、八百屋でした。薬屋ですかね。薬屋ですか。あ、ドラッグだと思います、ね。はいはい。で、それを入られて。で、なんでそもそもごめんなさい、ダイナハさんに入る、いろんな就職先あるじゃないですか。入ろうと思う。なんていうんですかね、先ほど言った、この夏休み海外に行ってて、戻ってきた時にですね、当然就職のことも考えずに、戻ってきたら、みんなさんが就職活動してて、もうすごく出遅れたから頑張って、あってですね、でもやっぱり小売業が、やっぱり先ほどね、アメリカ行ったのもあるんですけども、やっぱりサービス業というかですね、そういうのを含めてですね、あの興味もあって入らせていただいたと。いうのがあるんですけど、まあ、採用させていただいたんで、今があるんですけど。なるほど。で、入られて。で、ね、まあ、お仕事されるわけなんですけど、普通にこう、なんか、サラリーマンさんとして働かれて、そうですね。ですけど。はい、あの、ダイナーですね、すごい教育システムがしっかりしてて。教育システムが、はい、しっかりしてて、ね。すごい教育受けさせてもらったんですね。はい。やはりあの自分が今あるのもですね、はい、ダイナーでですね、すごい研修をいっぱい受けさせてもらってて、はい、小売業、原点からですね、うん、基礎から全て学ばせてもらって、うん、そましてあのマネージャーさんだったら経営も勉強させていただいて、なるほど、はい、そういう研修会とか、はい、どっちかといえばですね、大阪にあの桃山大院です、ね、あります、あります。研修センターがあった大院、はいはい、そこにですね、1週間缶詰とか、あこういうの何回から研修受けさせてもらうんですね。そういうことをするうちにですね、あのしっかり、勉強させてもらって、私の基礎ができたら、まあ、多分間違いなくそこだろうと。そうですね。じゃあというか、あの、当時から、あ、でも、じゃあ30年前でしょ。そうですね。からは、やっぱりあの企業 の、 その研修というか、っていうようなことは、大英さんはしっかり整ってたっていうことですね。そうですね。研修はもう、すごいしっかりしてました。僕たちが、僕はその7つの習慣とかを実際、まあ今もね、させてもらったりしてますけど、それを、学んだのが20年前ぐらいですね。17、8年ぐらい前かもしれませんし、もう一個前ですもんね。そうですね。あ、本当に研修制度がしっかりしてて、うん、あの本当にですね、今、第7を辞めた先輩方もいっぱいいらっしゃいますけども、はい、みんなが口を揃えていうか、ダイナーに研修して受けてよかったということですね。なるほど。まあ、じゃあ、そんな、いろいろこう受けられて、勉強されて、っていうふうなところから、まあ、今、会社の教育システムだとかっていうことも、はい、あの、いろいろ多分考えるきっかけになられたと思うんですけども、まあ、いろんなことを研修こうやってこうされた中で、いろいろ神戸の方にもこう携われてるとか、はい。あの、神戸にですね、あの、当時、一番、日本一大きい物産館。物産館。会社がオープンしまして、琉球ワールドって言うんですけども。長谷です。新長谷。はいはい。それも、神戸市がですね、うん、あの沖縄の元気を震災の跡地に持ってきていただきたいという、うん、すごい要望で、うん、当時の社長である宮城博之の方がですね、決断をして、そこに、お店を作ったと。あ、なるほど。宮城社長が、まあ、今の会長ですね。そうです、ね。宮城博之社長が、そこにこう、持って行って、そうです、沖縄、神戸を元気にしようと。そうです、ね。あ、なるほど。はい。そういうことですね。あの、当時、5名の社員がですね、うん、そこにも、駐在して、はい。いろいろ運営をさせてもらったんですね。はい。なかなか業績は上がらずです、ね、非常に苦しい、私3年いましたけど、うん、苦しい3年間だったのかなと思います。うん、まあ、しかしながらですね、この苦しさがですね、あの、いろいろバッシングもいっぱいありましたけども、うん、それが私の逆にですね、経験になる、うん、肉と瞬間に。あのことになったのかなという気をします。なるほど。どんな経験をされたんですか。もう基本的にはどっちかというと運営会社ですので、はい、テナントを誘致していろいろやるんですけど、うん、集客がやっぱり新長田という地域でですね、なかなか集客来ないと。ちょっと外れてるんですよね。そうですね。神戸元町、次の次ぐらいですね。そうです。はい。ちょっと
だって集客する場所ではないんですよね。確かに。うまくいかず、テナントからいろいろ出していくけど、これでお見えできないよとか、なるほど。とかしながらですね。でもみんな自前で、やるしかない。自前でやりたかったですね。はい。試行錯誤しながら、神戸市と連携しながら、させてもらったのかなと。なるほど。神戸琉球ワールドっていうふうな新長田にある場所に沖縄の企業さんとか、王子とかこうやって誘致されて、で、誘致されてそこでこう一つ琉球ワールドっていうのをこう、盛り上げて、で、沖縄、神戸で、被災された方々に対してここに元気つけようっていうふうなことの運営になるので、だからそっか、企業さんの誘致もそうだし、そのテナントを埋めていかないと、どのぐらいテナント数ってあったんですか？当初はですね、大きいテナント、棚出しテナントもあって、さっきも覚えてないんですけどね、棚出しテナントメーター40社ぐらい、最初運営させてもらったんじゃないですかね。40社。はい、なるほど。それをこう実際集めて、そうやってメールされて、で変換システムとかいろいろ仕組み作りをして、今大手やってるのが、ショッピングモールやってる仕組みを自分なんかで考えて、運営しながらという感じでしたかね。まあ、いい経験させてもらったかなと思うんですね。はい、で、その琉球ワールドはどうなったんですか？もう、厳しくてですね、もう今、返品して、はい。いますね、もうね。今、あれ、鉄人28号ですよね。そうですね。28号のこうやってやってるモニュメントが、はい、そうです、ね。で、鉄人28号モニュメントがあって、そこでも、今ですね、はい、年2回、琉球祭っていうのがまずされてるんです、ね。方が、はい、継続して。で、そのところにこう携われ、さられて、でもただ一つその、いろんな方のね、すごいご心痛がきつかったりとか、いろいろあるところの中で、いろんな支えがあったりとかされたんですけど、どんな方にどういうふうな支えがあられたんですか？当初ですね、私も単身してまして、はい。子供まだ小さくてですね、沖縄残してきてますので、なんですかね、もうやってるうちですね、なかなか厳しくて、一回目ですね、神戸市というよりやり取りしてますから、はい。神戸市の間を取りながら運営すると会社という感じですので、なかなか意見が合わずといろんなことがあって、このままだったらやっていけないなということで、会社にもう一回辞めさせてくれと。辞めさせてくれと。はい。話をしたときに、ね、はい、当時役員4名いらっしゃったんですけど、そのうちの総務部長の、安里さんという方。安里さん、はい。ね、はい、その午前中に電話をしてくれた。た時にそのもう、30時ぐらい神戸その日に飛んできていただいて、いろいろ話をさせてもらってお酒を飲みながら、ということで頑張ってくださいということですね、まあちっちゃい激励を受けながらですね、はい、もう、じゃあもう一頑張りしてみようかなということで、もうその日に飛んできてくれたっていうのが非常に大きくてですね、なるほど、はい、それから踏みとどまって、また頑張ったなってきました。だって神戸にでしょ？沖縄から。今みたいにこうピュッと来れる感じじゃないですよね。お越しになられて、じゃあもうちょい頑張ろうかと、でされて。その後ですね、今度また、下の子がですね、下の子が。二人目が生まれると。ちょっとね、長女が、1年に入学するときに下が生まれるというかですね。はい。あ、そうか。これ一生もう単身で、任すのは厳しいだろうと、厳しいだろうと思ってですね、もう一回また山下してくれると、これ、ここでですね、1年半後ぐらいかな。相当嫌だったんですよね、いろいろと。はい。そうですね。はい。まあ、その時にですね、当時は、リテールね、上長、取締役部長の池村さんという方にですね、はい、池村さん。はい。池村さんがですね、沖縄に戻っていたんですけども、で、私が辞めさせてくれと言ったときに、本人が神戸に戻って、本人が神戸に戻って、はい、本人は行ったり来たりしたんですけど、はい、で、また証券を戻してくれたんですよ。池村さんが。辞めるって言ったのに、自分を戻して、本人神戸に戻ってって言ったんですね。本当にありがたくてですね、もう足向けて眠れないんですよね。で、そういうことがあって、今の自分があるのかなって改めて思うんですね。なるほど。その足向けて眠れないっていうっていうことは、それほど逆に追い詰められてらっしゃってたらっしゃるってこと。ということですね。本当に、もう
2回目の時はですね、家族の問題なんで、はい、会社は関係ないですよね。家族の問題で、このまま、2人を見させるのはまずいよなと思って、もともと。まあ、その時に、普通だったらね、あ、もうやめたらしょうがないねってなると思うんですよ。うん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 、それを逆に、あの、やめさせずに戻してくれたっていう、うん、非常にありがたい、ね。なるほど。まあでも、僕もそうでしたけど、やっぱりなんかそういうふうなターニングポイントの時に、絶対必ず人がいるんですよね。そうそう、僕も本当に人がいます。あの、なんかこうなって、だって、もうそこが悪かったんで、僕は、もう伊達のことで会議になった時に、うん、もうなんとかこいつを残そうって言って、その周りで結託して、社長、こういうふうな言い方すると社長は止めざるを得ないだとか、なんかそういうふうなことをして皆さんに守っていただいたっていうのも僕も実際あるんですけど、まあそんなことが実際あられて、で、沖縄に帰ってきた。そうですね。はい。沖縄に帰ってきて、どうなんですか？その、今度はやる気になった感じですか？もう。そうですね。まあ、戻ってきたのはいいんですけど、はい。あの、まあ、言ってるという小売業はですね、私、課長でもたらしてもらったんですけど、うん、そうですけど、私の上司は見ないんですね。神戸に行ってますから。はいはい。で、本社のね、小売の統括分もあって、うん、私一人しかいなくて、うん、あとパートだけだったんですよね。はい、で、社員が一人だから、一人いてパートがいて、結局、1から10まで自分でやるんですよ。はい、朝来たら、はい、もうずっと遅くまで、はい、商品登録からいろいろやらざるをやってずっとやってたんですよね。はい、そういうことで、まあ、小売部隊というのはすごいあの赤字部隊 で、 ですね、うんうん、会社から敬遠されてて、うん、ちょっと厳しいなというところだったんですよ。はい、ちょっと仕組み変えればですね、はい、黒字になるなと言って、いろいろ工夫をさせてもらって、はい、あの上長と相談しながら、役員と相談しながら、はい、いろいろ仕組み改善をしながらですね、はい、そしたら黒字に変わったんですよ。はいはいはい、黒字に、まあ、1年間で黒字に、ね、変わったんですから。どのぐらいの赤字が黒字？あの頃ですね、はっきり覚えてませんけど、当時、年間ですね、2000万の赤字だったと思うんですよ。ほうほうほう。それがですね、2000万の黒字に変わったんです。すごい。ちょっと覚えてない、1000万の赤字が2000万の黒字が覚えてない。でも3、4000万ぐらいの改善ってことですね。それをさせてもらって、まあ、たまたま、上司がね、ご理解もらって、ね、そうさせてもらって、それからですね、あの2代目の社長の山城果樹社長いらっしゃるんですよ。はい、山城社長、はい。その社長がですね、あの役員に抜擢していただいて、役員に抜擢していただいて、はい。リテールの逆に言った取締部長と。リテールの取締部長と。ああ、はい。それも非常に感心です。うん、最初はできませんと、うん、2回ぐらいお伝えしたんですけど、うん、いや、大丈夫、大丈夫。うん、何が大丈夫か分からないんですけど、まあ、結果的にです。出してもらったおかげで、いろいろ経験を積ましてもらって、はい、うん、本当にですね、非常にありがたかったかなと今考えたんですね。なるほど。ああいう場って、先に待てないんじゃないかな、今の会社は。本当に感謝してますね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、その抜擢されて、抜擢されて、いろいろこうされる中に、お悩みもいろいろあったと思うんですけど、なんか、その、すごい自分、ご自身で、なんか、これがもう糧になったじゃないですか。すごいターニングポイントになられたところもあったんですね。あの、当時ですね、はい、まあ、取締役させていただいているときですね。はい。うん、友人から、稲森和夫さんですね。稲森さん、はい。公安の審議をですね、はい、貸していただいて、多分14、15万ぐらいだったと思うんですけども、うんうん、それを聞かせていただいて、はい、最初はですね、あの、人に対してそこまでやりきれるのかとかですね、はい、非常に聞いたときにどういうことだと理解ができなかったんですよ。はい、もう本当にですね、ここまで人のためにできるのかというのがあって、うんうん、それをですね、最初1回全部人に聞いても理解できず、はい、自分には無理だなと思ったんですけど、はい、ウォーキングしながらですね、ずっと、イヤホンで聞いて、はい、CD をですね、何十回も聞いてですね、うんうん、やっと理解できるなって、はい、そういうことだと、はい。それからですね、あの本を漁るように読んで、はい、本当にですね、人のためにあのこういうふうにやらないといけないんだよと学ばせてもらったんですね。今の人生のですね、経営哲学を含めて、稲森さんの影響が非常に大きいです。ああ、
いやー、でもやっぱりそのね、生き方の DVD になるんですよね。そうですね。もう稲森さんといえば、もう生き方。そうです。ですし、僕も今朝、稲森会って言って、朝5時55分から毎日会話やってるんですけど、僕起きれなかったりするんですけど、毎日1ページ読んで、はい、で、皆さんでシェアするっていう会話があって、はい、まあやっぱりなんか、すごいですよね。なんかあの考え方っていうか、稲森さん。でいろんなこうなんか上手な話し方さんとかいらっしゃいますけど、やっぱでも結果、稲森さんとか松下幸之助さんに、やっぱ経営の原点であったり、経営者の原点でやっぱ戻ってくるじゃないですか。そうですね。あ、その中で、まあ、僕はですけど、ね、最近も言っていただいたんですよ。伊達くんと、君にはこれが必要だと。知ってるかと。動機、善なりや、真なかりしか。そのことも知ってるかと。はい、僕は動機は全部自分の心から始めておりますって言ってただそれが皆さんに回し向けることによってこれがあの皆さんのプラスのね、善になっていけばって思ってるんですけど、稲森さんのねそのお言葉感銘を受けられたお言葉なんですけど、ね、あの一番はですね物心両面の幸福なんですね、はい、やっぱりそれがですね、うん、従業員どうできるかというのをすごい、学ばせてもらって、うん、今ですねうちの社長の中にそれを入れさせてもらいます。あ、そうなんですか。で、私はいつもそれをね、思いながら、まあ人ですからずっと思い続けることはできないんですけども、うんうん、あの迷ったらですね、自分の付き合いの横に、稲森さん、人生、生き方、はい、それをずっと置いてまして、ね、うん、これも破れるほど何回も読み返してもらって、迷ったらそれを、本当にそういう感じですね、自分の心の支えになっているのは間違いないです。そうですね、物心両面の幸福ってなかなか難しいですもんね。そのなんかそれこそなんか売上達成したらこうだとかっていうふうなことがあったりして、なんか物が後になったりとか心が後になったりとかいろいろあったりしますけど、物が満たされるけど心が満たされてないとプラスにならないし、心だけが満たされたとしてもすごい貧しいみたいなんだったら良くないし、そこの両方っていうことを。そうですね、うちの会社でそれができてるかってまだまだなんですけど、うん、やはりそこはですね、ずっと追い求めるところであって、うん、そこを中心ですね、社内の規定とか、うん、すごいいろいろ変えさせてもらったんですよ、うん、とかですね、やっぱりあの、省エネにしてもそうだし、うん、福利厚生にしてもそうですし、いろんなことを変えさせてもらって、うん、少しずつですけどね、あのいいようにということで、ずっと今、も、進んでいる状況ですかね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとそれを、ベースでお聞きした後に一旦また CM 入らさせてもらって、はい、でそして後半今後、はい、今どういうふうなこう改革をされていらっしゃってきたのかとか、今後こうしていきたいんだとかっていうことを今後の展望もお聞きできればと思います。ありがとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが平等に当たるなら、それぞれの使命を果たす時がさ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、ありがとうございます。さあ最後はね、
後半の話をお聞きしようと思いますけど、改めまして今日は沖縄物産企業連合の、羽地さんを、羽地社長をお迎えさせていただいております。はい。さあ、そしてね、いろいろこう、社長になられて、で、そしていろんなことをこう、改革、改善していこうって言って今動いてらっしゃるんですけども、はい、もう今代表になられて何年ぐらい？11年目になります。11年目。3年ごとに来られるんですね。2年に1回。2年に1回。二回戦。え、じゃあもう任期。もう6期目に入る。すごいな。で、それで、まあ、売り上げもそうでしょうし、中の体制もそうでしょうし、まあ、どういうふうな変化が、まあ、まずなんか社長になられて、されたことってどうなるんですか？基本的にはですね。はい。従業員ファーストを私のテーマにしてました、ね。うわぁ、すごい。従業員ファースト。はい。なぜかってですね、当初、自分が従業員の時にですね、はい、やっぱり仕組み作りとか、はい、福祉構成とか、いろんな面で、自分が従業員時代に嫌だったこと、はい、それをやっぱり解決しないといけないんだというのが私は原点にありまして、はい、それが解決できないと、従業員が、なんていうかな、前向きで働くことができないんじゃないかと。うん、自分もそうね、時にですね、確かにそういうところもあったもんですから、うん、それがまず一番じゃないかということで接していただきます、はい。で、それでやっぱり当然、当初の頃はですね、まだまだ、業績もそんなに良くない時代でもありましたので、うんうん、給料をバンバン上げることがすぐにはできるように、うん、まあ、福利厚生からだと言って、うん、福利厚生をどんどん変えていったと。福利厚生を変えていった。はい。まあ、当然、休みの件だったり、うん、あとはですね、まあ、皆さんが負担している駐車場代金とか、駐車場代金ね、まあ、全部が満額ゼロになってませんけど、まあ、一番低いところをゼロにさせていただいてということを含めながらですね、うん、やってるとか、うん、あとちょっと休みを増やしたりとか、うん、省エネ出ない体質でしたので、うん、省エネ出せる体質に変えていくと。で、うん、いろいろ仕組みを変えて、まあ、結果ですね、従業員頑張ったおかげでですね、賞与も出るようになったし、うんうん、業績も伸ばしていきたいなというのを思ってますね、うんうん。私がやったのは、あくまでも、従業のために何ができるかってことをやっただけなんですよ。うんうん、結果的に数字伸びたら、従業の努力でしかないので、うんうん、それは改めて感謝してます。やっぱあれじゃないですか、その、社員さん、給料が、ごめんなさい、売り上げが上がったら給料増やそうとか、売り上げが上がったら福利厚生をしようとか、なんかそういうふうに後になっていくじゃないですか、大体そういうのって。じゃなくて、もちろん売り上げも厳しいところの状態の中で、できることの限りで、福利厚生とかを変えていこうみたいな。そうですね。ああ、そうされてですよ。どういうふうに業績とかなっていったんですか？そうですね。当初、私が社長を着任したときには、うん。23億だったんですね。23、はい、今はですね、33億超えてます。あ、そうなんですか。すごい。以上は伸びてます。これは、今でも私の力ではなくて、うん、私がやったのは従業サポートだけ。はい。もうそれだけと思うんですよ。うん、あとは、考え方とか。はい。自分はやっぱりいろんな森さんに勉強させてもらってますから、はい。人と接するとか、人のことを思いやりなさいとか、はい。道徳を思いずることをずっと重要に発信してます。はい。それがですね、はい。皆さんどんだけ腹落ちしてるか分かりませんけども、うんうん、私はもう道徳を前面に出してですね、うん、メッセージを投げてるんですね。うん、私は年に8回ぐらい従業員に、はい、営業に出る1,210ぐらいのメッセージになります、はい。それはもう当然、新年度のメッセージだったり、はい、年頭メッセージとかですね、うん、あと新年度スタートのメッセージとか、うんうん、あとはもう慰霊の日とか、はい、醤油とか夏という。うん、で、下向きのスタート、年末とか、いろいろ含めたらですね、やっぱり8回か9回ぐらいメッセージをね、自分に発信するんですね。はい。それを見て、業績の話も当然書きますけども、はい、今日は道徳のことを絡めてですね、はい、発信させていただいてます。それをベースになるのに、加藤さん、本の中のベースをなんて取りながら、うん、私が他の方で学んだことを入れながらっていう感じですね。はあ、すごいな。なんでですよ。まあ、本当あれなんですよ。皆さんね、ご覧いただいて、今ラジオの方は分かりませんけど、分からないかもしれないけど、本当に、いい人、お優しい人なんですよ。で、なんでそんなこと、そんなってたらですね、そういうふうな思いを、
になられたかっていうのをすごくお聞きしたいんですけど。そうですね、私もわからないんですけど、うん、自分ですね、今あの沖縄で貧困問題とか、はい、ヤンキーアラーとか、はい、あの片寄世代とか、はい、いろんな問題があるじゃないですか、はい、で自分はですね、あのありがたいことにですね、決してあの大金持ちでも何でもないんですけど、うん、あの普通に生活できる、はい、生活させてもらったんですよね、はい、あのなんていうか、親に対しては何苦中なくさせてもらった、あの育ててもらったのかなと思います。はい、贅沢いっぱいできることがないんですけど、やっぱり自分は何苦中なく育ててもらったって非常にベースになってですね、はい、それはもう子供とか、家族とか当たり前に受けるべきうん、ことなのかなっていうのがすごいあってですね、うん、その中でまた稲森和さんと出会って、はい、やっぱりそれは従業のために、うん、もっともっとできることをやらないといけないということですね、させてもらったから。だから社会貢献も結構させてもらってます。あ、どんなことをするんですか。基本的にですね、今これは従業員から、まあ、一番最初ですね、はい、あのタイムスさんの、はい、未来プロジェクトにですね、はい、寄付させてもらったりとか、はい、いろんな、あの最近で言えば、ウクライナ問題の任務寄付させてもらったりとか、はい、で、この間、能登半島地震に寄付させてもらったりとかですね、うんうん、あと、首里城、首里城、首里城の時にですね、はい、会社からの寄付と、募金活動を集めた寄付とかね、うんうん、店舗だけでもですね、5、600万寄付させてもらってますし、うん、であと卸もですね、得意先と絡めてですね、うん、集めたのが2000何百万を、そんなに保持し寄付させてもらったんですけど、まだうちの持ち出し以外の募金活動でですね、うん、もらったのは代表税寄付させてもらったりとか、そういうことですね、ベースをずっとあのやっぱりさせてもらってたんですね、うんうん、その中であの従業員から、うん、あのコロナ禍の時ですね、うん、イメールの塔とか、はい、英語関連施設がですね、はい、修学旅行が来ないかゆえに、運営が立ち行かないという情報が。ああ、そこ、収益はあれなんですか、修学旅行生の見学料が本命、そうですね、あ、そうなんですね。そういうのがあってですね、はい、うん、立ち行かないというのをうちの従業員がですね、はい、聞いて、これを何とかしたい。うん、だから私の発案じゃなくて、これですね、うん、自分自身持っているのは従業員の発案なんですよ。なるほど。で、それどうにかしたいと。店舗で、平和の祈り思いプロジェクトを立ち上げてですね、はい、募金活動をしまして、はい、この2年前ですかね、うん、で集めた募金を、平和管理室に寄付したりとか、はいはい、あのいろいろ対馬丸記念館に寄付したりとか、はい、あ、対馬丸ね、はい、で、はい、2年目ですね、まあ、あの去年なんです、2年目はですね、うん、あのそれだけでは足りないということで、はい、鶴見の沖縄県人会とか、はい、関東慶祝協会に出向いて、プレゼントさせてもらったりとか、うん、そういうことをしてですね、あの募金活動を集めて、今年はですね、あ、去年ですけどね、はい、まあ、あのもっともっと何かできないかというときに、うん、沖縄県に相談した、はい、沖縄県が主催しているですね、はい、あの平和賞があるんですね。平和賞、はい、沖縄平和賞というのがありまして、はい、それはですね、あのやっぱり沖縄はもう、戦火にまみれた地域、はい、もありますので、はい、沖縄含めて、この東南アジア含めてですね、うん、アジアの平和に対する思いで、何かできないかという立ち上げた平和賞がございまして、はい、そこにですね、去年、30万寄付させてもらって、あのやっぱり平和に、うちはですね、やっぱり平和があってこそ初めてビジネスができるというのは基本ベースを持ってますね、うん、でそれをですね、さらに強く思ったのがやっぱりウクライナとか形とかいろんな、うん、見たら、ビジネスどころじゃないですよね、うんうん、だから平和があって初めてビジネスからどうできるということですので、はい、その思いを含めてですね、沖縄平和賞に寄付させていただく、うん、それも代表して私が、ね、代表してるだけだって、はい、先ほど言ったみたいに、これ実行員は従業員なんですよ、うん、で従業員の実行員がスタートしていろいろやっても従業員なんですね、うん、それで私は代表して一緒にあの寄付させていただいてるだけですので、うん、で今年は今3回目がスタートしています、はい、で今日も早速先ほど、実行員メンバー新しく来たからミーティングをしてましたので、はい、非常にそれがですね、つないつないで広がっていくのが嬉しいなと思ってですね。なるほど、なるほど、じゃあその
思ってらっしゃる、姉さんが思ってらっしゃることが、ちょっとずつちょっとずつ従業員にもその、はい、まあ、伝承してきてであったりとか、そういうふうな感じになってきてると思うんですけど、今後、まあ、今6期目の実践を迎えられて、で、まあ、会社もそうでしょうし、まあ、どういうふうな今後の未来に思い描いてらっしゃるか。そうですね、基本的に私もう6年、6期目を迎えてますので、はい、やはりいつまで私が代表が、ね、永遠に続くとございませんので、はい、やはりそこはですね、人に優しい職場であったりとか、うんうん、やっぱり社会貢献もできる、うん、私の信念はですね、企業は社会貢献してなんぼと思ってるんですよ。企業は社会貢献してなんぼ、はい、社会貢献をできなければ企業じゃないと、うん、私の中ではずっと思ってました、うんうん、だからそれがですね、だからしっかりそのためにはしっかり利益を出す、うん、しっかり利益を出して、従業員、あと福利厚生を当然行いながら社会を持つというのが基本ベースなんですね、うんうん。私は昔からの前の、大学の先輩にですね、はい、もらったものを返しなさいと。もらったものは返しなさい。はい、それは仕事でも何でもないですね、うん。ですから、仕事で勉強して、教わったことをですね、人に返しなさいということをずっと学んでいるものですから。うん、だからやっぱり、しっかりベースとして、人に恩返しをしなさいというのを基本ベースと思ってるので、はい、だからやっぱり社会貢献しっかり、この会社がですね、当然もともと大きくなっていくと思いますけども、私が、はい、変わったと思うんですね、はい、そのためにはやっぱり従業員が人に優しくですね、うん、お互いを思いやれる、そしてあってほしいなというのが基本ベースですかね。なるほど。この今ラジオを、まあ YouTube になりますけど、これを社員さんに聞いていただきたいですね。本当。まあちょっと、恥ずかしくて、こんなこと言わないですけど。でも逆になかなか言わないから、こういう場が実際あったと思いますし、そんな心のね、優しいっていうか、そういうような気持ちを持った、会社で会ってずっと継続していくことっていうのをお望みだと思うんですけど、今このラジオのリスナーの方って、一歩前に踏み出せない。まあ、うちの会社も、一歩前っていう会社と、実は踏み出すっていう会社があって。なるほど。そうですよ。一歩前に僕も踏み出せなかったから一歩前っていうふうにしてるんですけども、まあ、っていうふうな方、そのリスナーの方に、ちょっと頑張ったんだけど、うんってなっている方々。多分いろんな今まででも、問題があったりとか、改善解決してらっしゃると思うんですけど、そんな方々に何かちょっと一つ、アドバイスがあれば、教えていただきたいんですけど。基本的にですね、いろんな問題があって、やっぱり、うん、能力っていうのはですね、やっぱり限られてると思ってますよ。自分もですね、はい、代表してますけども、自分がスーパースターでも何でもなくて、はい、自分がアルコールもできるわけじゃないですよ。うん、ですから、できるプロフェッショナルにはですね、任せることも大切。いろんなことをですね、任して、そういうことを学びながらですね、やることも大切だし、うん、やっぱり最終的にはですね、諦めない気持ち。諦めない気持ち。そうですね。うん、やっぱり、めげそうになるし、うん、本当にですね、ダメかなということもあるし、うん、これはちょっと言っていいのか分からないんですけどね、今年度2月決算なんですけど、はい、はい、私が去年ですね、従業員によくメッセージ発信するんだからね、去年、この、うん、業績がですね、うん、ちょっと前年より割れてたんですよ。はい、なぜかというと、その前の年か、復帰50周年、はい、チームドン、はい、だって、沖縄ブームが起きまして、起きました。はい、それですごい飛躍的に数字が伸びたんですね。はい、で、創業以来過去最高の経常利益を出すという感じだったんですけども、はい、で去年はですね、それだったからしょうがないよね。あ、なるほど。私の心の中にやっぱあってですね、はい、それやっぱり発信してたんですよね。うん、悪いのもそうよね。うん、もう去年良すぎたからと思ってて、うん、それではダメだなっていうのもですね、うん、気づかされて、うん、なんて、これはね、ちょっと今、ちょっと忘れしましたけど、本で読んで、なんていうのかな、こういう気持ちだったら、うん、自分が能力ないよねって。言ってることだよ、うん、ということはね、うんうんうん、それを踏まえて、あ、まずいなと、うん、そこからですね、11月ぐらいに、うん、11月、そうね、12月かな、
賞与を出す時のメッセージなかったと思うんですけど、はい、私が、なんていうかな、去年より落ちて当たり前よねと、うんうん、こういうことを発信してたことが、はい、この業績になってると、これは申し訳ないと、うん、自問自答してるメッセージをみんなにあげたんですよ。はい。はい。それは私の責任だと。うん。行政悪いわ。うん。ということを投げたらですね、本当にありがたいことに十分ね、分岐してくれたのか、ちょっと詳しく分かりませんけど、はい。それからですね、すごい真っ赤しがって、はい。去年、一昨年の、ブームの後の売り上げを超えたんですよ。はい、これ考えたときに自分自身がですね、数字が悪くても当たり前と思ってる、はい、この感覚がですね、十分伝わったんだなと。うん、うん、ね、うん。みんなどう捉えてるか、みんなもそう思ってたと思うんですね。はい、自分が発信してるし。はい、だけど、そうじゃないよと、うん、言い始めてですね、これ自分の問題だと、うん、いうことを謝って、多分何回か言ってるんですけど、うん、そういうことに多分ね、奮起してくれてたらありがたいかなと。はもうみんなに感謝してます。いや、でも、そうやって考えられる経営者って、いや、なかなかいないんですよ。俺がこうだからって、やっぱり、される会社さんって多いですし、自分の力でっていうようなことにやっぱり思われるんですけど、よくね、羽根さんからよくお話を聞きするのは、いや、私は能力がないので、だからみんなに手伝ってもらわなきゃいけないって話をよく言われるんですけど、いやいや、そこは僕は本当に能力を持っていらっしゃると思うんですけど、そこをまたあえて謙虚に、で、皆さんに手伝ってもらわなきゃいけないっていうふうに発信されるからこそ、でまあ、業績もそうですし、皆さんにこう、いろんなでも、会長も、会の会長も歴任されてらっしゃいますよね、そういうことね。はい。思って、いやー、本当に僕は、ね、ご紹介いただいて、こうやってお会いさせていただいてますけど、これからも本当お付き合いさせていただきたいって、私は本当に思っている先輩であります。今日は本当に、もう早いものでね、もう時間過ぎちゃ、あっという間の1時間、音楽もないのに、このあっという間、まだまだ話されないみたいな、なので、また今度、それこそ飲みながらでも、はい、このなんかこんなことが実際できればなと思ってますし、お聞きできればと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、本日は、沖縄物産企業連合、羽地智明さんをお迎えいたしました。今日は本当に貴重なお話、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ではまた来週。この時間お会いしましょう。